最近思ったこととして久しぶりに過去にあったリアリティショーのテラスハウスをさ。はい。My partner never watched the terrace house before.So we are like, we start watching it.So この東京変化。1人のすごい真面目な女優の女の子がいて。 でメンバーたちと将来のやりたいことみたいなについて話すわけはい、はい、1> で1人のなん,かなんかヘラヘラ系の男子がいて、うん、そいつはなんか俳優もやるし、うん、なんかコラムも書くし、うん、なんかバイトもするし、うん、なんか絵も描きたいみたいな,たいたいな何でもできるんだ何でもできるっていうか何でもいい 「はいはいできることは何でもいい別にいいんだよね1個の職業に縛らなくても」って言ったらその女の子が「なんかそれって超中途半端な気がする」みたいな私はそれでは許せないっていうか1個のことを極めてからじゃないとなんか他のことに手出しちゃいけないみたいなことのやり取りがあって、まあ、彼らは20代前半の物語だからさそれ見ながらなんか。<laughs> いや、うん yeah. 多分大学生だったらこの女の気持ちちょっとわかったかもって思ったわけでも今聞いたら、うん、どうでもいいじゃんって思って <laughs> なんかそのテラスハウスその東京編を久しぶりに見た何年ぶり56年ぶりに見たからこそ、うん、は何の話してんのみたいになって、うん、こんなのになんか南はあの時めっちゃハマってうん

不安さとじゃない社会人自体なったことないしみたいなそうだからでも他のさ友達はさ、うん、その通りに生きてる人何人かいるじゃん公務員とかってことあ公務員じゃなくてもうん、確かにまあなんか別に100% accurate、うん uh, you know from the vision map、うん、だけどあなんとなく言って 言わんとしちょこ行ってんなみたいなうんうん相手から見たら南野子もそう見えてんのか知らんけどでもやっぱり考えれば考えるほどうずってなってて、うん、結局忘れたよねそうだねでもめっちゃわかるその気持ちなんか何年後にどうなってこうなっていついつ結婚してみたいなめっちゃあったもん こんな大きい犬飼って、大きい家に住んでみたいな。うん、グローバルな人材になるみたいな。そうそう、グローバルな人材になる。<laughs> セリフのように言ってた。うん、で、しかも、社会人実際になりました。なんかルールがあるさ。うんうん、メールの返し方とか、返事の速さとか。うんうん、この礼儀とか、この営業力みたいな。はいはいはい。人間力みたいな。うん、でもさ、さ I think it's our personality the like we。 なんだろうもっとだあの好きか嫌いかを大事にしてるタイプだからじゃんあ<ー>一つのことに何も変わらず進めるって好き嫌いとかじゃなくてそのゴールに自分が達成してるかしてないかがもっと重要なんじゃんその人にとってうんでもやりながらやっぱこれ好きかも嫌いかもみたいなのが出てきてその気持ちを優先してたらそれは変わると思うわけ、うん、大人になるにつれて価値観が 会う人もモン、アソブヒでやってみてこれ面白くないとか、稼げるけど面白くないとか、楽しいけど稼げないとかっていう問題も出てくるじゃん。うんうん、<laughs> っていうのであかは変わっていったかも。確かに。え、なんかさ、for us, the whole process to live our lives? Yeah. I think i s to be ourselves.、Mm hmm. You know, get back to the pure version of Yourself or myself mm -hmm. is the, you know, the main purpose for everyone. Like, I think it's the same to believe in God or to believe in some kind of, you mm. know, spiritual things. Yeah. Or like believing the science, believing, you know, whatever you mm -hmm. admire. Mm -hmm. で結局自分と統合することだと思うよ。 それができたらめっちゃハッピーだと思うてかもうそれができたら究極地の幸福幸福っていうかこの<は><み>初めて自分になるってことでしょそうそうそうもうゼロの状態よだから、うん、あの満たされてる状態になると思うんだけど、うん、そのさ統合するっていうのはさ具体的にさ自分のやりたいこととやってることが一致してることなのか 思ってることとやってることが一致してることなのかいろいろあるじゃん、うん、どういう意味で統合してるって言えるの完成形ごめん南も完成してないと思うわ <laughs> からないプチ完成だけどそ感覚だけが今南は身についてる場合こういうところを目指したら多分本当ににんか見えてきてるみたいな。うん、なんか うんでもそれアカネイが今言ったの鋭くてめっちゃ難しいなやってることもなんか本当に腑に落ちて理にかなってる行動であって、うん、で like how I behave in t h e society how I behave you know just just me in my room いや <Yeah. S 1> でもそうだけどこう頑張ってないううんこう自分以外の何かのためにいや、yeah. 作ってない、うん、みたいな状態。It's so difficult to do it in this society system いうの。うん。え、建前とか嘘とか偽りがないと成り立たないじゃん。なんていうの、るある程度人と一緒に過ごしてたら。だからあれなんじゃん。南江が今言ってることって多分一部の人からしたら終わっ Are you saying? みたいな。うん、like, 例えば数量的な目標があってそれを達成したからある程度幸せになれる、うんなんか。なんか成し遂げたアウトプットが目に見えるものとか実績として分かるものがあってそれの積み重ねがあってフルフィリングになるんだ。の人もいると思うんだけど、うん。 多分自分自分に嘘が一つもない状態。うん。えぜ統合？I guess。統合っていうか You be yourself。You be myself。It's like an animal あ。あそう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 。<Right? S 1> ね、like a baby, like a kid。そうそうそう。みたいな感じ犬とか猫とか。うん。お腹すいたら食べる。眠りたかったら眠る。うんうん、<laughs> 遊びたかったら遊ぶ。みたいな。 <laughs> うん、だけど、I think you're right, it's so difficult because we need to cooperate with people, <Yeah. S 2> as a society, as a 社会人 to live my life and make a living.、うん、it costs money. なんかヒッピーみたいなヒッピーは感覚的にはそうだと思う、うん、けどやっぱり社会的な一員から見たら変わりだね。うん、でもさ。 心の底かは社会の一員になりたいっていう気持ちもあるから100%野生の動物みたいには生きれないんじゃん人間って社会的な動物だからうんでもさなんか別にそんなアウトローにならなくても、うん、I think you can be yourself、うん、right like you be yourself じゃんいつも、うん、でその感覚をさ 自分は今自分をやってるんだみたいな感覚ってごめん本当に言語化が結構難しいではあるんだけど <laughs> なんか赤荻かがさっき言ったので言うとみやみ自分が本当にやりたいことに向いた時、うん、こうなんかあれ周りがどう思うかとか気にしないで自分がやりたいことをやってますみたいな状態になった時に、うん、なんかちょっと統合チックなことは起きた。はいはい、うんし なんかでもそれをする上でさあかね大事なのはやっぱ情報と経験と経験環境、うん、だと思うけど普通に普通にさあの生きてたら親とか学校とか友達の教えどおりに生きてるだけだったら統合は相当難しいことだと思うわけ。うん、一つのレールにに沿うようよ システム化されてるじゃん、うん、でもそこで違和感に気づいてアクションを起こして情報を取りに行くで新しい世界があるでそれを達成してる人がいて見たことあるでどうやってやったか聞いてみるで情報を調べるやってみるトライアンドエラーで近づいていって初めて統合したかも感、うん、なのかなって思って。 うん、結構常識を覆さないと、うん、まあその常識の中で生きてて、統合してる人っていると思うけど、うんうん、その数は結構少ない気がする。うん、人間的じゃないと思う。見、うん、わかるわ、うん、かる。But the more you feel uncomfortable in living in society, <Yeah. S 3> and you, you know, start digging about like, what's your happiness? で、Then, <Yeah. S 1> そのリフレクションが大きいからこそ、mm. なんか、い、you know, when you be yourself, like it's gonna be, <gasps> now I know, <laughs> みたいな感じがあるわけじゃん。Mm. だから最初から統合してる人間で、大人になってもずっとそのと統合って多分、ターザン的な感じじゃん。Mm. でさっき、like we talk about、uh, being animal, yeah, they being themselves whole life, so they have no idea what's, you know, Going on in the society? そう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 いうそうその他人がどうの生きづらさっていうのはそもそも彼らは多分感じてない、うん、人間は社会的な生き物だからその健在意識で大人になるにつれ苦しむわけじゃん、うん、親の期待に応えようとか上司の言うことを聞こうとかそういうので、うん、わーってなる からこそなんかディギンしていろんな考え探したり、うん、メンターとかに出会ったりして、うん、また生き方をアップデートするわけじゃん、うん、もそもそも動物にそんなプロセスないからそのさ生き方のアップデートを怠るのは良くないと思うわか、ね <laughs> うんあの怠りがちになる部分だわけきっとうん、うん、他にもやらないといけないことがいっぱいあるから、うん、お金稼いだりとか人の世話したりとかお家の片づけしたりとか、うん、分からんけど、うん だから自分のこの普通に働き始めたら他にやることがあるじゃん人のためにでも自分のためにどう生きるか、うん、で今どうか幸せか健康かとか考える暇を無理やりに作らないとアップデートなんて無理だと思う無理ではないけど時間がかかるで時間は過ぎていた ってなるケースも結構多いと思うあとはやってることを通していきなりパッて気づくこともあると思う。うん、で気づけてるか気づけてないかはその人次第だけど感じる度合いが違うと思うから。うん、とかめっちゃ思う。でも例えばとっても忙しくても、うん、なんか違うって感覚があるさこんなはずではっていうのがあるんだったら。うん 見過ごすばよ忙しかったらしょうがないそれタイミングだから、うん、でもなんか違うっていう感覚があるっていうことが大事さうん、うん、じゃあなんかあるんだよまだ脳が正常に働いてる状態でしょそれまあ正常な気持ち本当の意味での健康、うん、心身ともに健康な状態はい、はい、今の人ってあんまないと思ってて、うん、どっちかが偏ってるとかさ、うん なんか追い求めすぎて逆に不健康になってるとかでもその違和感とか,なんかもっと自分のわがままさ、うん、この本当はこうしたいのにみたいなのって絶対蓋をしてはいけなくて、うん、今すぐできなくても持っておかないといけない欲望でそれってそれこそお金関係ないと思うから、うん、そういうのも持ちつつ生きつつ でもお金がないと考える暇もなくなるという <laughs> <laughs> 分かる分かるよむずいよねだからか金持ちの人は健康にも運動にもアクセスできるし、うん、食事も違うし、うん、そりゃそうだけどでもほとんどの人はお金持ちにはならんからうん,うんでもだから何でじゃあどうやって なんか You be yourself ってやっぱ Educate yourself mm. Think mm. Use your brain Because You're a human being mm. Like Just Like a lot of people Watching TikTok YouTube mm. Or something like that Like Instagram Reel とかさ mm -hmm. It's so instant mm -hmm. It's one minute information Yeah it's not everything mm -hmm. but a lot of people think like okay i get it mm. but you don't get it <laughs> you know you need to dig in like what what, what did it mean mm -hmm. what did you know the specific word or mm. expression meaning in you know you, you need to dig in the history like the background yeah everything and if you can explain the same thing to other people <Yeah. S 1> exactly and then you get it、mm hmm. you know what I mean so you don't get it か <laughs> このさ <laughs> あとさなんかさよくさこの統合しました覚醒しましたみたいな人ってさ例えば牢屋に入ってましたとか何かで捕まってとか病気になりましたとか 物病になったとかでずっとと家にいましたとか、うん、で、めっちゃ長い時間をかけてありえないぐらい自分と会話したと思うわけその莫大な時間を。でそれを機に人生が変わった人とか結構いるじゃん。あかりは結構そういう人を見たことがあるんだけど、うん、結構牢屋に入った人とか出た牢牢屋 <laughs> はい、はい、牢屋に入って <laughs> <ら>。うん 別にに牢屋に入らなくてもいいんだけどうん、うん、自分と時間をマジで作って会話、うん、すること人にさ聞くの簡単じゃんで不安な悩みとかがあってあかにも人に聞くからすぐうん、うん、で解決したいと思うけど結局自分がそう思わないとその方向に行かないし、うん、やりたくないはずだから人に言われたこととか。 エンジンジがかかるじゃん、うん、納得してだからその時間を作る自分も作れてないんだけど今忙しいから、うん、が大事だなと思うしそれができてる人たちを見ると常にフラットな感じうん、うん、フラットっていうか細々とずっとコツコツ同じようなことを続けてるとか、うん、心身ともに健康うんうん、うん ってうこと自体を仕事にしてる人が多い傾向あると思うけどうんうんうん。But do, you know, in, do they have in common? Like, 牢屋に入っったとか言ったけど like, <laughs> they must have some shocking experience or, like, not must have, but tend to have.Mr.、うんまあ、全員じゃないと思うけど。 劇的に変わりましたみたみいな話とかはやっぱ普通に暮らしててはなかなか得られないことなのかなか時間がかかることかなと誰かの死を乗り越えてとかさ事故に遭ってとかさはやっぱりそういう人って結構本当に性格まで変わってますって人結構見たからそんな雰囲気はする。 Just in my opinion だしいと思う。でもでもじゃなくてそういう人たちはさ、まあ、別に静かに変化してる人もいると思う場合。<Yeah. S 2> このなんか「mm hmm. They Don't Have to Have Like Such a Story、mm hmm. to Tell to the People」まあね、Having Kids とかさもうめっちゃ大きいライフチェンジングだと思うし。うん ていうかなんか他の人に語る時にさ、うん、例えば自分がすごい変わりましたよっていう時に、うん、なんかそのきっかけとかハプニングがないとやっぱり話もしづらいさそわ、ね、かる、南じゃあカネに昨日一晩寝たら人間変わった場合よって言ったら <laughs> はーって感じじゃん、うん、それよりなんか昨日犬が死にかけてようみたいな。うん 気づいいたた場合みななな方が、る、うん、るほどど。ねってなるけどでもなんか、in your case, you suddenly tell me like you have 覚醒とか。t <laughs> か i l とか何か何か、何か、you feel something different, and then you dig in like, what is this?、うん、で、you realize how it was、うん、タ,イタイプじゃん。j o、うん でもさ、それで言ったらさ、あか茜が牢屋に入ったとか誰かが死んだのをきっかけに、うん、新しいなんかバージョン2みたいな人になるなる人たちもいるじゃん。うん、In to me, yeah. It's like when I get out of anxiety,、mm hmm. like completely at the moment. <Yeah. S 1> の時に皮はむけやすい。 うん、こう今思ってる生活のちょっとした心配事とかあるじゃん,うん、うん、それがなんかその,その時々やってる行動例えば南に引っ越ししてなんかいろいろバーンって動いていくじゃん、うん、でもう考えてる暇もないもう動き出したら進行するだけだからとかやったり忙しさに飲まれてる間になんか思考が整ってきて何、うん、て言うの かる事実は何も変わってないんだけど、うん、あれ何の心配したんだろうみたいになったらなんかだから南としては自分になるっていうか自分に戻ったはいはい、はい、で今3歳ぐらいだわけよ <laughs> 3年前に生まれたからいや <Yeah. S 2> あよし元のなんか地に足つけたみたいなことはい、はい、ですか 本当の意味の down to earth みたいな感覚なのかな。うん、でもさ、do you think like you gonna feel like I'm down I'm more down to earth moment があると思う。より。うん。で今は down to earth って思ってるかもしれんけど、あと10年後には今こそが down to earth みたいな。So there is like a down and down and down. <laughs> いやあっちにっちはこうじゃないばよ。うんズブズブにいければよ。うんでこれ階層の違いさこれが地面だと思ってたのが本んはもっと下に新しい地があってそこにまたポンポンポンってたぶん悟りの5段階ってあるんですけどでも最後の5段階まで到達してしまったら「You o feel n t h i いや無」になるばい悟りを開きます。 最高潮の5段階に行ってしまったらそれを果たして幸せなのかわからないっていうレポートもあるぐらい無だわよ無そこまで行<無>ったらこの世の中で行けることが本当に難しいんじゃないむず逆に簡単だから要は出家してる人とか人だと離れて暮らしてる人とか無になったら。うん 例えばもう不労所得が毎月あるとかだったらそれでほの,、うん、ほのぼのっていうか細々生きていくんだろうけどいや普通に社会人とかしてたって僕の煩悩にたどり着いたら、うん、働く意味はないと思いながらも、うん、何してても無だからそうだ、ね、<な>んか <laughs> 意味わかるかなこの聞,いて聞いてても意味わかるかな。 無っていう状態があるらしいわけよ悟りをアップデートし続けたら最後、うん、だからアコーディング e ゥ・ザ、うん・レポート・ナ・バイ・ミーいや悟りは3段階ぐらいで止めておくのがこの現代人としては一番幸せなんじゃないのっていうサジェスチョンがあったわけですようん、うん、確かになんか最初あれだよねめっちゃ高揚して不安なモーメントが来てとかあるんじゃうん,うん,うん、うん でなんかさ、うん、タロットカードみたいなのやった時に言ってたんだけど潜在意識と健在意識で潜在意識がさ9割とかじゃ、うん。でそれに気づき始めるで健在意識と潜在意識をつなぐ、うん、そしたら軸ができて自分軸になるでそれがうまく 活用できるようになったらそれが遠心力で回りだして、うん、あの巻き込む力が生まれますみたいな、うん、だから自分が統合された自分が例えば一歩動くだけで何か起こるとか分からんけど分かりやすくったがく、そうううそそそれが今の社会でいうとビジネスに置き換えるとあの、まあ、ビジネス的にも成功したりとかする人もいるだろうし、うん 自分で物事をもう動かせるから波動とかで、うん、分からんけどうにスピリチュアルみたいになってるけどっていう話を昔聞いてて、うん、今の統合の話を聞いたらなんかめっちゃ似てるなと思ったうんそうかもねこう悟ってない状態っていうかまあまあ普通に社会に揉まれて生きてる状態に。うん こう何かをこうありたいこうなりたい何が欲しいみたいなのって結構考えて、うん、お金で手に入るならそれ貯めるために何ヶ月とか、うんえー、ダイエットで手に入るなら何ヶ月ここにどうしてとかあるんだけど多分それ本当のムームじゃないけどフルフィリングな世界はそうやって物事って起こらないと思うわけ。ううん,うん、うん、もう 手になるわけようん自分のなりたい自分にうんだから欲しいものももう手に入るうん <laughs> そのめっちゃエネルギーであの簡潔に言うとってことでしょめっちゃ簡潔に言うとねめっちゃ細かく言ったらもっと分かると思うけど <laughs> 難しい <laughs> なんて言うんだろうなこの 自分の周りにいい気を起こすとかさ、うん、要はだからもうめちゃくちゃ端的に感謝するとか、うん、人のために動いてあげるとかこう何々してあげたのにとかじゃなくてこう自分の周りをこうなんか何あの回す場合それによって上げていく感覚、うん、見返りを求めずに、うん、そうやって 生き,ている方生きていると欲しいものなりたい自分自然になってます引き寄せてるってことねそう別にミミが今本当に100% satisfied w i myself ってわけじゃないよ、うん、でもとってもハッピーなんだけど、うん、でも感覚的にはそうだと思うで自分の中にネガティビティがある時 anxiety、うん、がある時、うん、やっぱり なんかこう実力がおさ、及ばまってる感じがする。でもそこにまず気づくことが大事じゃん。今自分落ちてるなとか、今上がってるなとか。ああ、メタ認知。そうそうそう。メタ認知って何？メラメモリーでやったさ。<ー> you will be yourself like up in up in the sky っていうかあの、the second version of yourself。うんうん。You see yourself as an objective。 うん、自分をちょっと脳みそでそうそう,そう客観的にあ自分今落ち込んでんだあ自分は今幸せなんだとか好きな人ができたら自分ってこうなるのかみたいなそうそうそうなんか My husband always say like なんか今いい流れ来てるなとか、うん、今ちょっと流れが良くないなとか結構言ってくるわけ。うん、でそれを 感じた多分めっちゃ細かく感じ取っててそれを言ってるんだけど、うん、だからいい流れが来てるなって自分で思ってる時は、うん、挑戦しようって思ってたこととかをどんどんやっていってみる。うん、でちょっと今流れが悪いなって気づいてる時は止める。うん、でいい方向に持っていこうとする。っていうのを多分まあこの流れとか状況とかあると思うけど多分その。 環境とか人とか感じ取ってる波動とエネルギーとかい、うん、そういうものを、まあ、多分直感的なんだけどで察知してるから多分常にいい方向に行こうっていう方向性が俯瞰で見てできてるまあ全部できてるわけではないけどそういうのが得意だなって見てて思う。うん,うん。赤は結構感情にも流されるから うん、めっちゃ流れが悪いなっていう時も自分を励ますために頑張れ頑張れみたいなっていう時もあるけど、うん、この時は止めるべきだったんだなとかでも直感は強い方じゃん誰<れ>あかね強くなってきてるんだはず嫌だいいとかは昔よりは思うようになってるうんなんか昔はもっと嫌だけど頑張ろうとか うん、なんか対応みたいな精神も結構強いから若い時はそうだよねそうそうそうそれでハッスルしてきた部分もあるけどそれよりも大事なものがあるって気づいたから、うん、要は自分なんか「I'll be myself it's the most important things」って思った時に嫌なことは嫌って思っといた方が違和感に気づけてるかなって感じ。 簡単なようで難しいじゃんそれをやるって確かに何か今段階的に話したさ、うん、悟りの5段階だって結構レベル高いから今置いといて、うん、まずそのこの茜と南茜もそうかもしれないけど人生の一番コアに大事にするべきことって自分であることだと思う場合をうん、うん、何回も言うけど。<laughs> 死に自分にななろうと、まあ、自分なんだよ、ね、<笑><笑>じゃあそれは本当に全人類に言うけど、あのー、あなたが宗教を信じてる理由あなたが自然崇拝してる理由祖先崇拝してる理由科学に没頭する理由は自分 との統合を目指してるるだだけだわけわわよ意味わかる、うん、結局そうだばいジーザス・イン・ミーとか言う人もいるじゃん、キリスト教に。うんうん、それって一緒で、お前はお前の探しのたにジーザスっていう自分を客観視してるような存在を作って、<laughs> こういい人間になろうとか、なんか、ベッドルバージョン・マイ・セフになろうとしてるだけだから、うん、やろうとしてることはみんな一緒だわけよはい,はい,、はい。ょう。これはさ、エビデンスとかないけど、もうみなみは、 もう分かった。You're smart <laughs> that you can explain about it.I've、like、never I've never taught t h i s things in that way before.、うん、だけど、うんえ。でも意味わからみんなかるよあのし違う派閥で言ってかも宗教で戦争も起きてるから違うやしって思うかもしれないけど結局究極的に、うん、その,そのなんとか教とかカルト教団のぞりね Believe in something. Believe in something through you. You. So. For you. It's e hard e to, to believe yourself like right away. So you need to find mm -hmm. something to believe in. Mm -hmm. And through that, you will love yourself, and you will find yourself, and you be yeah. yourself. Yeah. believe in something to realize and confirm yourself. Mm -hmm. もう日本海外どこの地域も変わらず、うん、やってんのはそれだと思うんだよはいはいこの行いがよろしいとかそうで最初にじゃあどうやって別になんか宗教とか信じなくてもいいんだけど、うん、How to be yourself って本当に First step って You need to use your instinct、うん、今何食べたいとか今明日7時に起きるって決めたで7時に起きるとか 友達が誘われてめんどくさいな2時間迷うなら行くか行かないか早く決めろみたいなうん、うん、行くって決めたら行け <laughs> みたいな。行かないって決めたなら断りなさいみたいなうん、うん、こういうとってもちっちゃいことこれってさ it's easier to advise to somebody else not myself、うん、because somebody's the way of thinking is more straight because they don't、うん、think about like other things、うん、but in your case and about yourself you start thinking about different things too、うん、だから you have, some, you have many things in your mind and then you forget what you really want to do とか、うん、だから人にアドバイスを求めるのもいいのかもねでも結局答えは自分にあるけれども、うん、まだアドバイス求めて鏡で戻ってきたら自分は本当は これが良かっったんだって。ヨガで言うインナーヨガっていうかヒンドゥー教か、うん、イルド。インナーチャイルドって多分今南が言った直感で動けっていうのの、うん、もっといい解釈ではい、はい、こう何て言うんでしょうね現代を生きてたら自分の直感でとかセルフィッシュな感じがして多分、うん、えってなるけどインナーチャイルドとか言われると、うん、あなんだ自分も心の中に子供のような。 <laughs> 自分を飼っててその子がやりたいことにしたが直感で動くのと一緒意味は一緒、うんうん、だから解釈のの方法が好きなとところに行けばいいと思うのよはい、はい、ヨガの考えが好きだったらそこに行けばいいし、うん、別にキリスト教でもそこがハマる人はいるんだしさ、うん、とかなんか南アフリカみたいに自然が自然に一個一個にまぶやがみたいな <laughs> 何でもいいんだけど、うん、結局やってることは一緒だから。 でまず直感を信じるさ、インナーチャイルド、うん、whatever they w a n n a call, the、うん、each religion or any kind of community. <Yeah. S 1> で、そしたら、どんどんいいこと起きて、もうここ省きます、いいこと起きるんでやって。そしたら、自分がちょっとずつ満たされてくると、他人に親切になれる場合。Yeah. で、周りとのリレーションシップもよくなってきてそしたらにに親切ななるのはぜ自分が満たされてるから他人に役を生む意味がないさそうだねだって自分がさ、めちゃくちゃハッピーな時に自分に余裕があるタイミングってことそう誰かが例えば恋人が怒ってても「あこいつなんで怒ってれば?」ってなるうん超ハッピーな時自分がねうん ななんさ普通、うん、そうだねあとはさ逆パターンもあると思うんだけど、はい、なんかいいことをしてあのそれを感じることで例えば満たされていくハッピーになる人うんもいると思ういいものに囲まれて自分がよくなるっていうパターンもあると思う。うん、うん 回すんだよねううん、うん、そう逆バイスパーサーもあるから、うん、みなみ自分が常に満たされてるからハッピーを振りまこうとしてるんじゃなくて例えば茜にめっちゃいいことをされたときにハッってさせられるときがあるわけさ、うん、うちに足が戻るじゃん、うん、なんか忘れてたこと書くみたいな <laughs>、うん、だからそのいいエネルギーでお互い回し合えて地面に足をちょんちょんつけれるうん 相手を選んで友達もいいうん、うん、だからそれがよく言うバイブスと一緒でさそれ同じ人たちを集める場合周りに、うん、でも本当にそれあると思うしかも集まる場ば、うん、それでそれが共通点となりそうだから BeYourself バージョンが上がったら、うん、その今言ってるこの自分の半径1 5メートルのエネルギーをぐるぐる回して、うん、みんなこの。 ほら、気が合う人、バイバスが合う人で一緒にエネルギーをギュンって回すことによってみんな地面に足がつく場合。Mm hmm. Which means like you're fulfilling. Yeah. で、それやるさ。うん。そしたら、<laughs> You will realize that you see the things from, you know, 俯瞰そう。So, as an objective. Yeah. o b j e どどんどん目線が俯瞰になるわけよ。でさっき茜があな「YourHusband」のこと言ってたけど「うん、今いいエネルギー流れてるな」みたいになってはい、はい、あれってハッピーパーソンの特徴で、うん、流れが見えるようなわんか別にあの何目に見えて何かが起こってるとかじゃなくて、うん、感覚値で俯瞰の感覚があるわけよ。しかもその後どうなるかとかまでわかってる。 <laughs> マジすごいと思うんだけどだからこのや政治家でもさ宗教家でも未来を読むさ、うん、あれって未来に何が起こるかを見てるんじゃなくて、うん、今この人たちの自分の周りの状態国の状態この状態で動いたら人間はこう動くようなその動いた人間はこうやってこうやるから 将来的にこうなるだろうなっていう見立てを言ってるだけだから、うん、未来を they don't actually see the future they can imagine <Yeah. S 2> the future <Yeah. S 2> でも当たったりするさ、うん、それってもう俯瞰レベルがもうシャニ高次元宇宙から見てるそうだからなんかこういう考えがよくわからない人がはなんかうさんくさ でもさ、うもるこういうさ、俯瞰の、ごめんまってしょっちゅう割り込み俯瞰の人ってさ、ミーハーじゃないよね <laughs> それは人に言うこまあ、a n y w a y まあ、まあまあ、いろんなタイプの俯瞰、see the future thing があるんちゃんうん、うん、だって、a lot of spiritual kinds of YouTuber、うん、なんか好きじゃない人もいるからさ、うん、あ、こいつ売名やし、みたいな、うん、でも言ってることはわかるぜうん みたいなだから<識>インナーチャイルドがミーハーな人はいるよもちろんあ<ー>インナーチャイルドがミーハーだったら YouTube でギラギラしだしたりうん、うん、お金か出したりって、まあ、南なんかポッドキャストやってるから人にどうこう言えないけどうん、うん、そのインナーチャイルド欲あるんじゃんどんだけこの超スーパー俯瞰パーソンになっても、うん、そうだ人による。あ,あ,あと あれもあるともなんかこのスピリチュアルになったきっかけがあのナチュラリースピリチュアルな人と、うん、知識系スピリチュアルな人と、うん、ビジネススピリチュアルな方々もいるじゃん。うん、<laughs> でナチュラリーの人ほど言わないし。うん当たり前すぎて。 そそうそう当たり前すぎて言わないしあのなんていうのかめっちゃわかるこの人ナチュラリーのやつだみたいなうん、うん、で知識系の人は赤いなんかみたいにこうやって喋ったりとかするし、うん、あの直感と知識を同時に磨いてるような感じがするうん、うん、でビジネスの人はもう イマジネーションだけの人とかもいるような気はするうんディギンしながらビジネスもやるみたいな感じかそうそう結局ビジネスだからまあねまああのまあそんな感じですトレンドそうそういうのをめっちゃ感じちゃったりするでもささっきナチュラリースピリチュアルパーソン言ったじゃん、うん、もう天性の、うん、そういう人たちは多分そうじゃない この、まあ、ビジネスというかナチュラルじゃなくてこの探し求めてたどり着いた考えの人たちの感覚がわからんと思うべだから本当にマクパーナチュラリーあれだったらっそ,う、うん、そうじゃない感覚の人の意味がわからないっていうかそこに共感できないから要は原住民みたいな。はははいはい、はい、うん だからた一回どっちにも揉まれて間の答えを出す方が、うん、人口分布的に大衆に響きやすいだけそうだねな気はする、うん、どっちがいいとか悪いとかじゃなくてまあでもこの現代生きてたらどんだけナチュラリースピリチュアルでも多少は社会に揉まれてるとは思うけどうんそうだねうんまあ そう思いましたでもささっき俯瞰で見たらハッピーだフルフィリングだって言ったけどうん、うん、今世にあふれてるスピリチュアルこれと全く違う次元の人間たちだからねうん要はモストリービジネスや <laughs> <laughs> ミーハースピリチュアルうん、うん、だと思うけどうん彼もそう思うもう最近スピリチュアルの意味すらわからなくなってきた <laughs> <laughs> 言葉が一人歩きして そうだね、怪しい人も多いし、うん、どうやっても怪しく見えるからこのモダンエラではそうだ、ね、でいかにこうきな臭さを出さずに話せるようになるかっていうのは南も頑張りたい、うん、し別にそこだけに何 注力してるわけじゃないからさ。うんうん、それ以外の考えも好きだから、うん、最初に言ったみたいにみんなやってること。同じだからうん、うん、究極の目的地みんな同じだけど、うんうん、別の教材使ってるってだけ。だからそ,うだ、ね、そんな気はするわけよ。ね。さっきこの俯瞰で見るの？話の後続きも教えては <laughs> いや続きあるって言った。ここから赤いの話止めたから。 でだから俯瞰で、うん、上に上に上にって言ったら未来が見えるようになるって言って、うん、そこジーザスレベルだから、うん、<laughs> そうどこまで見てるかによるよ、うん、しかもこれスピリチュアルじゃなくて例えばすごいすごい学者さんとかは、うん、同じ感じで俯瞰に行ってるから、うん、違う道を通ってきてる人たちの好もう未来を予測するじゃんはい、はい、それ以上とか知らん <laughs> それ以上って人間もうないんじゃんもうここまでいけたらよくないうんそれ以上の人間ってあんま見たことないやつだそうだねジーザスとかいやイエス・キリストとかブッダとか、うん、あのそれ的な出家してる人たちとかさ、うん、そこが最高っゃじゃん そうだね、このスピリチュアルっていうか悟りの段階では。うんうん、てか別にそこまで行く必要ないけど、うん、その感覚この自分ギュッてまず自分からスタートして直感でパッて外に放って、うん、そのエネルギーを回して、うん、自分の周りにいい人間を集めて、うん、それでハッピーが循環してて自分もそれでまた大きい意味で満たされていって、うん、そしたら勝手に目線が俯瞰に上がる場合。 うんうん、そしたら周りのあみんな今日いい感じだねみたいな分かるようになって <laughs> あ今沖縄こんなことが起きてるなみたいなでそれ見せたら今やっぱ今世界経済はみたいなめどんどん上がっていって「はいはい、You see the world」うんでにそん時に,にさここまでいくとさやっぱ家族とかとも価値観が合わないじゃんま価値観っていうか価値観は合わないか まあなんていうのかな例えば小さなことでフィ i n g h ハッピーの人間たちがいるじゃん、うん、それも何も感じなくなっちゃってるじゃんっていうギャップが悲しいっていう時もあると思う I mean 家族目線からして近い人同士とかだったらねあ<ー>まあこ近い人同士っていう時点でこの人自体も高くなってると思うんだけどなんかそういうのはあるからやっぱお坊さんとか お坊さんって結婚してるの今どきの人結婚してる人いるよじゃあ価値観合ってるのかまあだからそれも人によるねこの周りの人たちともう楽しくいたいから、うんうん、そういう話し方で存在してる人もいるだろうしもう多分そうだと思っては<に>アクティングしてるんだと思うああ<ー>何、うん、だろう Keep up with. ヒューマンビング。ューヒューマンビング。で、ユーイン i ス h u アゼンヒューマンビン t インディスソサ e エリっていうのもあると思うけど。一応、お金がないとご飯買えないじゃん。うんうん。時,速時給自足じゃなかった。うん。まあでもそれ誰よって感じになるけど。<laughs> でもやっぱりだからどんだけ次元があっても人間は人間さ種が一緒だから、うん、例えばなんかファンダメンタルインポータンティングってラブじゃんまた、うん、それって全員に共通だからさ、うん、その感覚って別に悟ってなかろうがなんだろうが別に愛を実践してる人なんていくらでもいるわけじゃん、うん、そこで別軸の共通点っていろいろあると思う、うん、その世界をどう見るとか視野狭い広い関係なく、うん、あラーメンうまいみたいなうん そういういいい価値観だっていいじゃあそこのコーヒーが好きだみたいなそこだけでは分かり合えるうん、うん、会社の人とか別に南,か南とこんな話ほぼしないけど、うん、この人だったらこのスニーカーの話できるなみたいなこと、うん、<laughs> そうだ,、ね、だから別,別世界の別,別フィールドの価値観をみんその何 もっと根本のスピリチュアルリティとか別に合わなくても、うん、他では絶対分かり合えるから、うん、だから人間は絶対分かり合えるはずそれ,それでさ多分生き方に困ってる人とかいると思うわけ、うん、例えば自分がさどんどん磨かれていって統合されていってますでも今まで一緒にいたお友達とか家族とそれのせいでどんどん合わなくなっていきますみたいな。で自分は変わっってしまったとか 相手が変わってしまったとかって思ってる人もいると思うけどでも合う部分があるからそこで合わせていくみたいな感じうん、うん、で本当にその人たちがあなたのことを愛していれば自分が自分に近づくことに対してハッピーに思うはずだし、うん、自分もその人に対してハッピーに思えるっていう関係性もある気がする。うん、うん まあ人によるけど、うん、でもそこまで思える人ってやっぱ結構高めの人だと思うもともと自分の価値観を押し付けないうん just in my opinion だけどね分かるよあらゆる今イマジネーションを駆使していろんな像を作ったねうんまあ自分の身の回りの話だけどまあね結局 けどなんか話してると壮大に感じてきたなでもわかる <laughs> もぼ自分のこと言ってんだけど <laughs> そうだからでも何からそうこういう話ができる人もさ限られるじゃん、うん、まあ自分たちの周りは多いかもしれないけどか逆にそういう話ができる人たちといるようになってるっていうのもあるかもしれないけどうんだから なんかそこで自分が feel myself だったら、それを貫き、それがわかる人たちといて、でもわからなくても、血縁とか友達とかつながってる人はいるから、そこはそこの目線で話しするみたいな。感じで、living in the society、うん、なのかな。うん。ソサエティ。<laughs> そ大きく言えば支えていたし、うん、でも自分がどんだけさなんか高次元っていうとなんか言い方あれだけど自分の感性がどんどん磨かれてその自分自っていうか失敗マイセオフに近づいてるってことじゃない、うん、そうじゃあ統合、うん、統合になったとしてもうんうん,なんかの人とか,わかりやすいんじゃん、うん、あ例えば分 <laughs> からんけど。 なんか学生時代は偽りの自分でいたけど大人になって開花して自分になりましたでその世界で分かり合える人たちもいるし分かり合えない人もいるけどこの社会の中で生きていくみたいな。でそれも経て別にいろんなそのこと性別のことだけじゃなくていろんなこともあるけどそれが統合されていってマイセオフに。 よりなってまあ性別が分かりやすいから今それを出したけど別にいろんなタイプがあると思うけどうん,うん、うん、って思った確かにでもやっぱりそういう価値観に一緒にアップデートされてなくても、うん、なんか会う人は会うからねうん、うん、その会うっていうのがっていう感覚がバイブレーションいや そのさ、バイブスもさとってもチープな言葉にさせられて <laughs> かわいそうそうだねなんかギャルみたいなイメージんかちょっと薄ら笑いされるようなはい、はい、都会に行ったらはい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  but the vibes though like when you pronounce vibes この V sound、うん、is like actual vibration <Yeah. S 1> って感じじゃんこの響きが、うん、だから とってもいい言葉だと思うんだけど、うん、いい言葉って安く消費されて、まあ、スピリチュアルもそうだけど、うん、どんどん元の意味から外れてって、うん、薄っぺらく聞こえてくるものでもありますよね、うん、そうまあまあまあほだからとにかくまずは「To、うん、be yourself is use your instinct」「うん」「like tell what you like」 Mm hmm. what you don't like like be selfish 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 が kindness を生むわよ結局よ、うん、自分が満たされてるから、うん、自分自分が満たされてないとやっぱ人のことって難しいと思う、うん、し自分が満たされてないと人に対していろいろ言う 感じたりとかしてしてまう,うん、うん、自分が満たされてたら相手のこととかどうでもいいってなりそうそう Whatever みたいなうん It's okay <S <laughs> みたいなって <laughs> 当になるから Makes e n s e m a k e s Make sense だから要は 悟りの段階はいろいろありますよっていうことと、うん、目生きる目的はあなた自身になることですよっていうはいいかにも怪しいセリフで <laughs> 本当にもうさ32歳になりましたもうこれ以上に多分た南はこの究極の答えは見つけたから、うん、そこに向かうだけうんもう変わる気がしない究極の答えって何 違うだから自分自身になるためにみんな生きるべきだわあ<ー>それ以外の答え見つけられたらびっくり仰天、うん、ってぐらい本当に腑に落ちてるこの答えはい、はい、なんかさ子供の時って自分自身でそっからいろいろ影響を受けて自分自身とはで今になって自分自身に戻ることが大切みたいななんかサイクルになってるじゃん。うん なんでいちいちこのモーメントを入れたんだろうって思ううん人口が多すぎるからじゃん人間が多すぎるからじゃ人間がさ3人とかしかいなかったらさそうならないってことなのか別の海外ドラマ で勉強した時に、うん、こうアメリカの西部開拓時代の、うん、こういろんなヨーロッパの移民とかインディアンとかがこの何あテキサスとかいろんなとこ移り住んでくる場合、うん、でみんなちっちゃい集落を作ります、うん、でそれがどんどん大きくなるさ人口が増えて、うん、で、えー、間違ってたらごめんだけど人口500人の村までは全員が平等に暮らせるらしい。 それ以上からは、ボスができたり、この上下関係、ヒエラルキーが生まれ始めて、決まりがないと、運営できなくなって、そういうことが生まれるらしい。だから、there is an actual number of people, as in a social experiment from the history.500 人とか忘れたけど、それアカネが言ったみたいに3人だったら、No problem. ピース。ピース。 Whatever, 少なすぎてあれかもしれんけど人がやっぱり多いことでなんやかんやが生まれてみたいな感じになるってことねそう,そうある一定数を超えたら <laughs> その人間らしいしか,しかも人間ってやっぱ頭いいからなんかんか動物だったらシンプルライフだから寝て 起きて、ご飯食べて寝てうんこしてみたいな感じじゃん。They l I v e think o live. I t we feel boring to live like that.That's why we try to do something new とか fun thing、mm. to be excited.、Mm. だから there's fighting, competition,、mm. and all that things happen.、Mm. でこの myself がわからなくなることも そういうううこともあるのでしょうかそうじゃんだから昔超少ない時から超人が増えて社会が生まれて、うん、法が生まれて、うん、秩序が生まれて戦争がわーって繰り返されてそれやってる間に人間とはこうあるべきだみたいなルールをいろんなとこで作られて、うん、家庭レベルでも作られるし学校レベルでも国レベルでも作られて、はい、そのレールっていうかそのルールに、うん、をもとに倫理観を 作っそしたらなんかそこからはず外れたら「あれ?」みたいな、うん、もうそ,そこにのっとってるうちはさ自分自身になるとか「何言っちゃってんの?」って感じは、うん、それどころじゃないから <laughs>、うん、い今現在もそれどころじゃないからって人もいるだろうけど、うん、まあ実際はもっと人皮むけれるんだぜっていう感じをなんとなく今日は伝えたかった。 はい、だぜ,だぜでもみんながハッピーでピースで Be yourself になったらた This world is gonna be more peaceful <Yeah. S 1> and fair、うん、だと思います <laughs> 本当にそうあとプラス病気も減るからねそれやったらわ、うん、かる心身ともに健康だったら病気も減りますんでめっちゃ健康を大事にしてますから <laughs> でも見えルがりっていうのは心身体よりまず心の心、うん、そしたら心の心の健康を満たされたら体の不健康につながるからううん、うんまあバイスバーサーだけど、うん、心身重要だからうんどっちかじゃなくてうん that's all for today. Okay. Bye-bye. Bye-bye.